ウィンスコントンです。今回はもう今宵もちょっとね楽して取り上げたいなということで、最強の2人を呼んできたわけなんですけど、ここで一つオートエイムだけで勝てるんじゃないかと。シェリーとかね、ウルト使ってガジェットを全部もうオートエイム連打でめちゃくちゃ強いし、アンバーとかもねオートエイムなんですよ基本。これなら勝てるんじゃないか説。はい、まあモーティスとフランキンがいるんですけど、こいつらは美味しい。こいつらいたらね、さすがにいけるんじゃないかなと。オートエイムといえど、まあ、結局ねブロスターって立ち回りが大事なんですよ。立ち回りが大事っていうことを皆さんに お伝えしたい。だってもうオートエイムやったらさ、もう打つタイミングだけやん。打つタイミングだけなんで、もう基本的にはさもう変わらんやん、誰がやっても。なんで、もうこれを参考にしてぜひ、腕を磨いてほしい俺は。さあ、じゃあこれウルト貯めておいて、でこれね、敵フランケンとモーティスなんで、壁壊せば壁壊すほど有利になるんですよね。なんで邪魔、待って邪魔、おバカバカ邪魔バカ、うん、このボール邪魔すぎる。さあさあさあ、オッケーで、さあどうしよう。まあ、とりあえずフランケン倒しますか。オッケーオッケー、これしばいてガジェット使ってしばきますと。オッケーオッケーオッケー、でフランケン倒したんで、これはもうシュートいけるんですけど、シュートを打てない打てない。よし、もうラグビーラグビーラグビー、もう絶対ラグビーになる。オートエイムだけやったらラグビー以外にならんわけがない。さあ、でこれ左にフランケン来てるんで、まあ、ちょこちょこウルト貯めていきましょうか。多分エイムできないんで、これ、ね、実はね、これエイムした方が溜まってね多く当たりやすいんですよ。なんでエイムしたいんですけど、ああもう強すぎる。シェリー、シェリーがえぐい、シェリーが。さあこれシュート打って、はいクソはいクソ、おい待って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 、どうしたらいいね今の。これやばいぞマジで。多分ねこれオートエイムってね、ど真ん中行くんですよシュートなんで、これはやばい、これはやばい。サッカーのシュートがいっちゃやばい。ちょ待って待って、落ち着け。ナイス遅延、ナイス遅延で、さあさあ一旦耐えましょうか。一旦耐えて一旦耐えて、でこれ回復させないようにして、オッケーナイス。また来たフランケンなんですけど、さあこれウルト食べたい。でこれパスどこ行く、パスどこ行く問題。おーいい、素晴らしい、ナイス、気持ちいいやつ。さあ続きまして、まあレオンがいるんですけど、まあレオンってね、ウルトで隠れてめちゃくちゃ接近して殺してくるんですけど、だいたいね隠れるタイミングって草むらの中入って、消えた瞬間を見られないようにして、ウルト使うんですけど、そういう時ね、索敵しないとダメなんですよ。索敵して、レオンが近づいてるどうか判別して、ギリギリめちゃくちゃ近い距離にさせない、これが大事なんですけど、これ索敵できねえから、オートエイム索敵できねえから無理やって、これやばい。索敵できない、もうレオンぶっ刺さってる、もうレオンに 100% 殺されるマジでこれどうしよう。あ、終わった終わった、これナイスすぎる、ナイス、味方がナイスすぎる。さあパスどうなる、まっすぐ行くね。オッケー、いい、いいパス、いいパス。素晴らしいパス。いや、ちょ、ダイナマイクが強い。ダイナマイクが強い。ダイナマイクをここまで危険視したことがない。ナイスアンバー。さあ、これは、壁裏に張り付いといて、で、タイミングが来たら、ウルトで殺しますと。おし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 。シェリー、バカ強い。オートエイムシェリーが一番強いんで、これ。さあ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 、オッケーオッケーオッケー。で、まあ、フランケンをもう一発ぐらいしばいておきたいところなんですけど、でも B もね意外とね、ウルトの方、じゃウルトとかね、オートエイムの方が当たりやすかったりするんで、実は B とかそんな代償がないっていう話します。これパスくれたら決めれるって。よし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 。いや、俺気づいた、趣旨楽するじゃないですか、普通にやった方が絶対楽ってことは気づいてるんやけど、そこはちょっと言っちゃいけない、それはちょっと言っちゃいけない。オッケー、これちょっと前線上がって、オッケー、パスパスパスで、ウルトしばいて、でこれ止めといて、行ってこい。さあ決めろよ、決めろ決めろ決めろ、あーいないし。さあ続きましては、まあエメハンなんですけど、エメハンやばいんすよねこれ実は俺エリザベス使ってるんですけど、エリザベスってウルト垂直飛びするんですよねこいつエイムしないと垂直飛びするんで、壁壊す時も垂直飛びで、大体ウルト使ったら死にますと。で、上手い人アピール、こう上手い人って、普通のプレイしてる、普通のプレイしながらオートエイム打つと、
バレちゃうんですよ。こいつ、あ、オートエイム使ってるなと。こいつオートエイム使ってるから、まっすぐ横に走ったら絶対弾当たらないって、思われたらダメなんで、もう足、この足をこうピクピクさして、どっちに避けさせるか、自分で操る、相手を操る、それをしないと勝てない、でこれ右のカールがちょっと厄介なんで、右の方の壁壊しに行きたいんですけど、右壊した瞬間ウルト打たれじゃガジェット打たれて俺殺されるんで、でこの辺の壁壊したらいいんじゃないかなと。 OK、 まあ案の定攻撃当たりませんと。いやまずい、いやお前、俺もそれやりたいんだが、俺もそれやらせてくれ、俺それできたら多分強い。でこれ唯一一つだけ、ガジェットが強いんですよこいつ。あ、ナイス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 。これガジェットが強くて、ガジェットオートエイムやったら絶対当たると、当たるときになんでガジェット打つねんお前。オッケー、拾った、拾ったけど無理、最悪や、最悪。おー、レオンオートエイム最強やんけこいつ。でまだガジェット残ってるんで、あークローンもいい。あ、お前らいいキャラ選択すんな、俺だけやんけザベストが言うクソキャラクター使ってんの。ほら、味方が有能すぎる、味方が有能すぎても何しても勝てる気がする。さあ続きまして、まあ、敵にモーテスがいるんですけど、こいつがやべえ。こいつがガチでやべえ。まあ、ペニーのね樽使って、でモーテスが来た時にその樽を殴ってスプラッシュを当てれば、スプラッシュ攻撃当てれば、一応対処できるんですけど、つかペニー弾遅くて、これこれ当たらないんじゃないか説あるな、マジで。おい、ちょっと待って、俺もこの壁際の攻防とかむずすぎる。オートエイムじゃ無理や、壁しか殴っとらん。壁殴ったらなんかあるんか、壁殴ったら金出てくるんか、出てこんそんな。とりあえずちょっと左にモーテスいるんで、ちょ待って、無理無理、もう絶もう性能がちげえ、性能がちげえ、もう敵のペニーに絶対思われてるわこれ。あ、この敵のペニー俺より下手やわと絶対思われてる、もう悔しすぎる、それが悔しすぎる。さあとりあえずペニー選んだ理由としては、迫撃砲をね置けば勝ちなんですよ。なんで迫撃砲を置きたい、迫撃砲を置いた瞬間、俺めっちゃ貢献できるんで、よし来た来た来た、待って、まずいまずいまずいぞまずいぞ、危ない、危ねえ危ねえ、モーテスが怖すぎるんで、敵のペニーがねこの壁裏に置いてるんですけど、これもう大先輩やらかしてますね。で俺投げれないんで投げれないで時間置きするしかないんですけど、さあさあさあ、これでも結構な格差できてるんで、でこのモーテス来た時に気づいた、タル置いてオートエイム、これ十分当たる、オートエイムの最強キャラクター見つけてますよと。よしよし、これ拾ってあとは生きるだけで、右のねこのカールが結構厄介なんで、でカール来た時にこの味方を盾にしながら助けてもらいの、よし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 、ある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 、でこれ倒して、もう全然楽じゃねえ。はい、ということで、まあ、これね一応トロ800体なんですよ。なんで実はブロスターってね結構立ち回りが重要なんですよね。なんでね、ぜひこの動画を参考にして、これからブロスター練習していただけたらなと思います。ということで、今回ご視聴ありがとうございました。